もう一回。もう一回。もう一度お願いします。お掃除とかレジとかいろんな体験させてもらって職場体験みたいだったんですけど、すごいお掃除してる時とかはいろんな商品を見ることができてすごい楽しかったです。職場体験させてもらってありがとうございました。イエーイ。はい、私は、こんな可愛い衣装を着て、で、鉄道の模型とか見ながらお掃除して、で、レジとかもできて、すごいいろんな貴重な体験ができてすごい楽しかったです。もっと鉄道に詳しくなりたいと思います。今日はよろしく。今日はありがとうございました。はい、今回この一日店長やらせていただいて、最初はどんなになるのかなって思ったら、店員さんも方もすごく優しくサポートしてくれたり、お客さんもすごく優しかったり、それで何より名刺が最初こんな分厚い量があったんですけど、もうこんな薄くなっちゃって、初めてそのステーションを見たって方にもステーションのことを知ってもらえたかなって思いました。今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、初めてこういう風に一日店長をしてみて、鉄道模型って普通にトミカみたく売ってるものだと思ってたんですけど、人によっては鉄道模型を組み立てるためにモーターを買ったりとか部品を買ったりするっていうことを今日知れて、模型一つにしても鉄道って奥深いものなんだなっていうことが分かりました。またこういう機会があったら楽しんでまたやらせていただきたいです。今日はありがとうございました。はい、以上私たち鉄道アイドルユニットステーションでした。ありがとうございました。